女子プロゴルファーのリュウリツコが自身のインスタグラムを更新。仲間から誕生日会を開いてもらったことを報告した。写真、傘のお尻のポケットからは、11月4日に36歳を迎えた傘は渋谷で行われた誕生日会の模様を公開。路上に置かれたキャディバッグの写真を投稿し、渋谷のど真ん中にて、キャディバッグ持ってる人いないよねー、とコメント。 仲間に祝福され、笑顔でケーキを持つ写真には、みんながいてほんとびっくりしてフリーズした。サプライズは嬉しい、と綴っている。キャディーの伊能恵子さんは、傘のお尻のポケットから手袋が出るゴルファーらしい写真を公開。りっちゃん、ここ渋谷、と突っ込みを入れた。さらに、元プロゴルファーの小上保さんが、先輩が待ってんだからそのままくんかーい。 と誕生会に遅れてきたカサラに対して言った投稿には、スパイクのまま着てたよう、と釈明。ドタバタでの参加だったことが伺われた。